どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、au pay 生活応援企画キャンペーンがですね、パワーアップしましたので、今回ね、解説、やっていきたいと思います。今回のねこのキャンペーンは JAL マイラーの方はね結構おすすめかなと思いますんで、最後までね、見ていただけたらなと思います。というのもですね、この au pay っていうのは先日5月21日に au ウォレットポイントから、ポンタポイントにね、統合されるって、まあ、ずっと言われてたんですけども、やっと5月21日にね、統合されましたね。ということでポンタポイントっていうのはね、 JAL マイラーに交換できますんでね、 JAL マイラーの方はね利用していただけたらなと思います。まずね、今回のこの生活応援企画の、キャンペーンの概要なんですけども、今現時点でね、まあ、私動画の解説こちら出してるんですけども、こちら6月1日からこちらねパワーアップするんですよね。ですんで今日この動画で解説させていただいているのは、6月1日からスタートするキャンペーンという風になってますんで、まあ、そちらね覚えておいてください。こちらの生活応援企画のね対象店舗はですね、ローソン、ナチュラルローソン、ローソン100っていう風になっておりますんで、どこでもこの還元がね受けれるっていうわけではありませんので、その点も注意してください。で、還元率はねこちらに表をバンって出しておきますけども、まずね、一番上の方を見ていっていただいて、通常日っていうのがありますよね。 au pay コード支払い、au pay ボーナス 0.5%、今回の企画で 3.5%、 こちら合計 4%で、ポンタカード提示でプラス 1% ということで、赤字になっている部分 5% の還元が受けれるっていう感じになってますよね。さらにその右側ですね、 au pay のカードでさらに、残高チャージで 1% という感じで、合計でね 6% の還元がね、まあ、受けれるっていう感じになりますよね。こちら通常でこの還元率を受けれることができますんで、まあ、かなりすごいですよね。 6% っていうことは JAL マイルで計算すると、こちらね100円で3マイルがね貯まる計算になりますよね。で、この支払い方法なんですけども、今ね紹介したのは au pay、コード支払いの場合に、まあ、これっていう風になってまして、その下 au pay プリペイドカード、あと au pay、こちら au pay カードっていうのはこちらクレジットカードですね、まあ、こちらで支払うと、まあ、どれでもね基本的にはまあ合計まあ 5% au pay カードチャージ、もしくは残高チャージでまあプラス 1% っていう風になってますんで、まあ、どのね支払い方法でもこの3つの支払い方法であればね、合計で 6% ね取ることができます。で、次行ってほしいんですけども、その下ですね、サンタローの日っていうのがあると思うんですけども、このサンタローの日っていうのは au のね方のキャンペーンで、こちら3月9日、3日、13日、23日、まあ、こちらだと、さらにね還元率上がりますっていうキャンペーンなんですよね。で、一番上ね、サンタローの日の支払い方、一番上ね、au pay のコード支払いの場合、全部で承継が 8%、チャージでね、プラス 1% という風になりますんで、まあ、9% 還元っていう風になるんですよね。もちろんこちらは au 以外の方でもね、利用できます。でも私でもねこちら利用することができるんですよね。ですんで JAL マイルをね貯める、還元率でいくと、まあ、こちらね 4.5 マイルっていう風になるんですよね。100円でかなりすごいですよね。その1個下ですね言っていただくと、まあ、こちら au の方になるんですけども、そうするとね還元率がさらに上がって 11% au pay のねチャージの還元率を入れると 12% までね上がる、キャンペーンになるんですよね。まあ、こちら JAL マイルの、ね、還元率でいくと100円で6マイルが貯まるね、キャンペーンっていう風になってますんで、かなりすごいね、還元率ですよね。で、こちら還元上限がねあります。これがねなければねもっとねすごいねキャンペーンになってたわけなんですけども、還元上限が、1月で3000分のポイントまでっていう風になってますんで、先ほど紹介したね 6% の通常日だけでね利用した場合、対象支払い金額が5万円っていう感じになってまして、まあ5万円なんでね、コンビニローソンで5万円月買い物するっていう方ね、まあなかなかいないと思うんで、まあ、そこまで気にしなくてもいいと思うんですけども、注意していただきたいのは、このサンタローの日っていうのが普通のユーザーの方でも、最高還元率がね 9% っていう風になりますんで、まあ、そうするとね、まあ、対象支払い金額がね3万円まで下がりますんで、だいたいね3万円ぐらい使ったなって思ったら、ちょっとね他の支払い方法にねチェンジしていただくと、こちらね月の3000ポイントっていうのはね取りこぼさないでね、利用できるかなっていう感じなんですよね。で、先ほどのね表にもう一回戻っていただきたいんですけども、
こちらの、通常日三太郎の日ってありまして、一番右側ですね、aupay カードでさらに利用 1% っていうのがありますよね。まあ、こちらの表を見るとですね、まあ、いかにも aupay カードで利用しないと、このプラス 1% をね、まあ、受けれないように、まあ、この表を見ると思うんですけども、この aupay のチャージに対してのこの還元率がね、これ書いてあるわけなんですけども、 aupay のチャージって別に aupay カードじゃないとあのチャージで還元が受けられないわけではありません。っていうので、ご自身が持ってるねカードでチャージしてもポイントがねつくクレジットカードであればね、プラス 1% はつけることができますので、ここは勘違いしないようにしてくださいね。どのクレジットカードでもっていうと語弊があるかもしれないですけども、まあ、ポイント付与はね対象のクレジットカードであればちゃんとね還元受けることができます。で、まあ、個人的に、JAL マイルをね貯められているっていう方で、今回のこのキャンペーンね、参戦したいっていう方はですね、こちらのキャンペーンね一応6月1日から始まって、終了期限がね今のところ終了未定なんですよね。いつまで続くかわからないっていうことなんで、まあ、これはすごいですよね。もしね JAL マイルをメインで貯めていらっしゃる方でこのキャンペーン乗っていきたいっていう方は、まあ、この aupay にチャージするのでね、おすすめのクレジットカードとしては、まあ、セゾンアメックス、系のクレジットカードですね。こちらだとチャージに対してポイント付与ちゃんとされますんで、ってなったらこのチャージに対してもね還元受けることができますんで、セゾンアメックスプラチナビジネスとかね、そのクレジットカードだと、チャージでもね 1.125% がね標準で還元取ることができますし、まあ、最大をね 1.75% までね、還元ね上げることができますんで、まあ、個人的にはねかなりおすすめのクレジットカードというふうになっております。まあ、このセゾンアメックスプラチナビジネスねクレジットカードに関しては、まあ、先日ね動画解説出しておりますので、概要欄にねこちらのクレジットカードの動画、貼っておきますんで、そちらをね参考にしていただければなと思います。いかがだったでしょうか。今回は aupay のね生活応援企画のキャンペーン、解説させていただきましたけども、まあ、JAL マイルをね貯めている方でなおかつね、コンビニのローソンをね、利用されている方は、ぜひね、積極的に狙っていただけたらなと思います。今回のこのキャンペーンはね、残念ながら対象店舗はローソンの系列店舗だけっていう風になりますんで、これがファミリーマートとかね、そういう他のコンビニエンスストアだと、まあ、還元取ることができないんで、本当にローソンをね、メインで利用されている方はね、ぜひね、積極的に、狙っていただけたらなと思います。まあ、還元率ね解説させていただきましたけども、まあ、かなりね還元率高いので、ローソンメインで使っている方はですね、ぜひ aupay 使っていただいて JAL マイルね貯めていただけたらなと思います。今回の動画はねこんな感じで終わりたいと思います。この動画が役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますんで、フォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。私のチャンネルではですね、こういうマイレージに関すること、あとマリオットボンボイに関することですね、あとお得情報、クレジットカードをね、発信させていただいておりますんで、もしよかったらねチャンネル登録していただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。